グスタフ二世、アドルフ。グスタフ2世、アドルフ。1594年、12月9日。グレゴリオ歴12月19日から1632年11月6日。グレゴリオ歴11月16日は、バーサーサ、第六代、スウェーデン王国最盛期の国王、在位イイ。1611年から1632年。通称、北方の死。グスタフアドルフとも呼ばれる。 三十年戦争における主要人物の一人。スウェーデン王カール九世と二度目の王妃、クリスティーナの息子。娘は、後のスウェーデン女王、クリスティーナ。グスタフ二世、アドルフの時代からおよそ一世紀の間のスウェーデンは、バルト帝国時代と呼称されている。九百六十五年に発行された百、クローネ紙幣に肖像が使用されていた。幼から、 信教主義を基調とした高い水準の教育を受けて育った。語学にもたけ、ラテン語、ドイツ語、オランダ語、フランス語、イタリア語を自国語のごとく話し、その他にもスペイン語、英語、スコットランド語、ポーランド語、ロシア語を理解したという。グスタフは9歳で早くも公務につき、15歳の時には病気の父に代わって議会、 未分制議会で堂々たる演説をした。王大使時代にロシアツァーリ国の内戦、大動乱に介入し、1617年にストルボバの和訳で、ツァーリー放棄の代償にイングリア、カレーリアなどを獲得した。スウェーデンの大国時代は、この頃から始まるという意見が多い。これは、オランダ、ネーゲルラント連邦共和国が行った、軍政改革、軍事革命をスウェーデンが取り入れ、 グスタフ二世イアドルフによって実践されたことも挙げられる。グスタフ二世、アドルフの改めは、むしろ三十年戦争の経過によってもたらされたとも、言われている。六百十一年、父の死によって十七歳で即位したが、その時スウェーデンは、バルト海の政界権をめぐって、ロシア・ポーランド・デンマークと交戦中であった。カルマル戦争ではデンマークに苦戦し、六百十三年の、 クネレド条約で、デンマークから賠償金を支払うことを強いられたが、結果的には、領土自体は維持し、ロシアをバルト海から締め出すことに成功しストレボバノワ役、グスタフ二世はようやく大冠式を挙行した、1617年。その後、ドイツの有力貴族である、ブランデンブルク選帝公、ヨハン・ジギスムントの娘、マリア・エレオノーラと結婚し、これは、 ドイツ進出を狙った政略結婚であったが、妻は情緒不安定で、グスタフ二世の悩みの種となった。結婚を名目に1620年にドイツ各国を訪問しているが、実際にはドイツの軍事施設の視察を行い、帰国後に大規模な軍事改革を実行した。これはオランダの軍事理論を改良した新教軍の軍事体系の実践であった。 グスタフ二世は次に、スウェーデン王位を要求していた自らのいとこにあたる、ジグムント三世バーサのポーランドとの戦争に全力を挙げる。初戦は、リガを攻略し、事実上リボニア、リーフランドを征服し、東プロイセンを制圧するなど優勢であったが、巻き返しのために、ポーランド軍の指揮官となったスタニスワフ・コニエツポルキの前に劣勢に立たされることとなり、 コニエツ・ポルスキとの一連の戦いでは、グスタフ・二世は、惨敗に次ぐ惨敗という屈辱を味わい、三度にわたり、危ういところで死を免れた。コニエツ・ポルスキとの戦闘以外でも、グスタフ・二世は、幾度にわたり負傷し、特にチェフの戦いでは、自軍の形成は有利であったが、警部と右腕を、狙撃されて落馬し、とどめを刺される寸前で九死に一生を得た。 この時と目を刺されていれば、ポーランド側が決定的な勝利を収めていた。この戦勝は重く、以後グスタフ二世は金属製の甲冑を着ることができなくな、右腕も不自由となった。それでも、スタニスはフレベラポトツキを相手にしたグジュノの戦いでの勝利後、グスタフ二世はポーランドへの再進行をかけたものの、最大の決戦プツクの戦いでは、 匠長い交実で神聖ローマ帝国からの兵と物資の支援を受けていたコニエツポルスキ軍の前に総崩れになるとスウェーデンのポーランド征服の野望は夢とつゆえた。戦争後期はグスタフ二世は幾度となく負傷させられるなどポーランド軍との兵力差から劣勢を強いられることとなった。名君であり名将であったグスタフ二世であったが コニエツポルスキの前ではその名声も陰ってしまうこととなった。コニエツポルスキの軍は敵国スウェーデンの軍勢を積極的に研究、分析して自軍の火力の増強なども言っており、グスタフ二世が行った軍勢改革の逆手を取られたと言える。しかしそれまで多数の国々と大きな戦争を休むことなく行っていたポーランドは余勢を買って、 占領地を奪回することは愚か、スウェーデン本土まで進行するほどの財政上の余力がなく、ポーランドのあちこちに留まるスウェーデン駐留兵すべてをバルト海まで追い立てるほどの財政的見通しさえ危うくなっており、両国には長引く戦争に沿線気分が蔓延した。グスタフ二世にとっては、傭兵軍の編成により戦争の継続は不可能ではなかったが、コニエツポルスキ相手では、 勝ち目がないことや本格的な30年戦争介入のために休戦協定を結ぶこととなった。このためスウェーデンを同盟者と従っていたフランスの朝廷もあってスウェーデンに有利な休戦条約アルトマルクの和議が成立した。この点においてグスタフ2世は君主としてポーランドに先んじることに成功した。軍政改革は未だ途上であったものの外交上における 君主制の強みを発揮し、ポーランド側から情報を引き出させることに成功した。これが一政治家に過ぎない敵将官と国家の全権を担う君主との差であった。スウェーデンはポーランドから、スウェーデン王位要求の保留、ジグムント三世は、グスタフ二世の王位を承認はしなかったが、その王位は名目上に過ぎず、消極的な保留は事実上、 ジグムンと三世からの要求を断念させたことと、同義であったと、リーフランドの獲得、メーメルダ団地平原の諸都市における、超税権を獲得し、プロイセン船舶関税、グスタフ二世のバルト海制覇はほぼ実現した。ただし、1632年に、グスタフ二世が死ぬと、これら諸都市の超税権は1635年に、ポーランドに返還されている。 グスタフ二世にとっては、コニエツポルスキ率いるポーランド軍の思わぬ反撃と、薬病の蔓延、海戦での敗北など、苦戦の連続であった。しかしリーフランドの確保と、外交的勝利によって、スウェーデンの勢力とバルト海への影響力を維持させる、ことだけはできた。そして強国と知られていた、ポーランド・リトアニア共和国から、領土事実上を獲得したことは、 ヨーロッパでの名声を高めることとなった。グスタフ・二世がポーランド征服に失敗した理由は当然、コニエツ・ポルスキによる優れた戦術、戦略もあったが、神聖ローマ帝国及びその皇帝位を帯びるハプスブルク家の存在があった。グスタフ・二世が神聖ローマ帝国で行われている30年戦争への介入をポーランド戦役で決意したのも、 ポーランドバンサケとハプスブルク家によるカトリックの強い連携と神聖ローマ皇帝によるバルト海聖派への野心のためであった。こうしたハプスブルク家の野心を打ち砕くためにも、グスタフ2世はポーランドへの野心を諦め、プロテスタント救済と自らの情念であるスウェーデン普遍主義、高都期言説の達成のために、その標的を神聖ローマ帝国及び、 カトリック教会へと向けていくこととなる。グスタフ二世の三十年戦争における戦略は、すでに1620年代から開始されており、1624年には、フランスが主導となったタイハプスブルク同盟、ハーグ同盟への連盟、1628年には、デンマークをクリスチャン四世と同盟を締結し、シュトラールズントを解放している。そして1630年のポメラニアへの上陸、 翌1631年にフランスとの軍事同盟の締結によって本格的に30年戦争への参戦に至ることとなる。グスタフ2世の次の戦略はドイツで起こった新旧諸公間の30年戦争に参戦して新疆諸侯を支援することであった。神聖ローマ皇帝を中心とする。 カトリック勢力を弱めることによって、北ドイツのスウェーデン領を安定させようとしたのである。グスタフ二世は1630年にドイツに侵入し、オーデル川中、下流域を占領した。翌1631年には、フランスとベルバルで条約を結び、満を持たした。次の目標は、皇帝軍に占拠されていた、新京都市マクデイブルクの救援であった。しかし、 プロテスタントのザクセン選定抗、ヨハンゲオルク一世とブランデンブルク選定抗、ゲオルクビルヘルムがウェーデンの兄弟化に不安を持ち、スウェーデン軍の領内通貨を拒否したため、マクデブルクは皇帝軍司令官、ティリーハクの手に落ち、徹底的に略奪されたマクデブルクの強奪。同志の運命は、新疆諸公を驚かせ、ブランデンブルクとザクセンは、スウェーデンと同盟、同年9月、 ブライテンフェルトの戦いで、スウェーデンザクセン連合軍が皇帝軍を打ち破った。この戦いは、それまで劣勢だった、新教勢力を大きく勇気づけ、三十年戦争の転換点となった。スウェーデン軍はこの後もバイエルン先帝公用へ、南下してる日側の戦いなどで勝利し、ティリーを打ち切り、バイエルンを侵略して皇帝軍を追い詰めていった。 神聖ローマ皇帝フェルディナント2世は一旦罷免した名称バレンシュタインを呼び戻し大軍を動員させてスウェーデン軍に当たらせた。グスタフ2世はバイエルンに進軍しスウェーデン軍を中心としたプロテスタント軍でバレンシュタインの皇帝軍に幾度か決戦を挑んだがいずれも迎撃に遭い膠着状態に陥った。グスタフ2世にとっては これは三十年戦争において事実的な初めての敗退であり、軍事的なダメージはビビたるものであったが、政治的には深刻なダメージであった。一方、バレンシュタインはこの戦況を生かすべく日和りな態度を取る作戦へと兵を向けた。グスタフ二世は、その途上で、バレンシュタインが皇帝軍を分割したのを察知し、決着をつけるべく、バレンシュタインのもとへと強行軍を行った。 両軍は1632年11月、リュッツェンで激突した、リュッツェンの戦い。戦闘は当初スウェーデン軍が優勢であったが、強度の禁止だった、グスタフ二世は、霧の中で、味方の軍からはぐれて敵中に飛び出してしまい、戦死した。38歳であった。傭兵隊長、ベルンハルト本作戦イコールバイマルが指揮を引き継いだ、おかげで戦闘には勝利したスウェーデン軍だが、 グスタフ2世を失ったため、その後はいくつかの軍団に分かれて転戦し各地で略奪を働き、この点は皇帝軍も同様だったが、ドイツ諸国は後輩の極みに達した。しかし、グスタフ2世の築いたスウェーデン軍は、最小アクセルオクセンシェルナの指導のもと、グスタフホルン、レンナート・トルステンソン、ヨハン・バネル、カール・グスタフ・ランゲルら優れた将軍を輩出し、 30年戦争を乗り切っていくのである。グスタフ2世は、対外戦争を続ける一方で、国内の司法、行政制度を整え、商工業を奨励し、教育の振興にも努めた。大規模な製鉄所が建設され、武器工場も近代化されたため、武器を外国に輸出するまでになった、武器輸出国としてのスウェーデンは、現代にまで至る実績と伝統がある。 1617年に身分制議会の出席身分を書いた議会法を交付して貴族、聖職者、市民、民に固定した。ただ、貴族に対しては官職を与えたり、軍内部で昇進させたり、横領地を譲ったりと権力を強化する代わりに忠誠心を取り付けている。また、銅、鉄、タールなど鉱物主義たたを採用して外国へ輸出。戦時中は、 プロイセン船舶関税とフランスからの援助金、ドイツ占領地から略奪免除と引き換えに賠償金を獲得し、戦争を遂行していった。1632年にはエストニア公国のタルトゥニア・アカデミア・グスタビアナを設立させている。グスタフ・ニセやドルフは国内に絶対王政を確立し、スウェーデンを強国にした英雄であったが、国家としても 王個人としてもその絶頂期に突如この世を去った。死後、スウェーデンの勢いはかり、30年戦争における主導権を失った。このことは、グスタフ二世、アドルフの存在が、スウェーデン、ヨーロッパに与えたインパクトが、いかに強かったかを証明していい。国内においても、近代的な改革を、各方面で断行したことから、聖戦領略の名君と呼んでも差し支えがないだろう。 また、軍事においても、グスタフ2世やドルフは、革命者であった。オランダで起こった、軍事革命を取り入れ、それに影響を受けたドイツ新教軍の軍事体系も、加え、スウェーデンの軍事を、それまでと一変させたのである。その成果は30年戦争で本領を発揮し、皇帝軍の旧体依然とした戦法を打ち砕いた。ただし、その後こうした、軍組織や新戦術は、 皇帝軍にも仇され、一般化した。さらに、フィンランド人で構成されたハッカペルと呼称された、騎兵は勇猛果敢として知られ、三平戦術と相まって三十年戦争で、カトリック軍を恐れさせた。これらの改革によって、グスタフ二世、アドルフの時代、スウェーデンは一気に、強国へと踊り出たのである。 グスタフ2世やドルフが行った改革の中で特に画期的であったのは傭兵政策であった。グスタフ2世やドルフが即位した時点で国庫の破綻や相次ぐ戦争により国民の不満はすでに限界を迎えていた。徴兵制度による軍隊編成は行き詰まりを見せていたため、グスタフ2世やドルフは徴兵制度に加え傭兵制度も取り入れた。傭兵軍はイギリス人、スイス人、 スコットランド人、ドイツ人、ネーデルラント人、フランス人などで構成された。グスタフ二世、アドルフの傭兵軍は人気を博し、グスタフ二世、アドルフ死後もスウェーデン軍に雇用された。傭兵制は、スウェーデンが膨張の極限にまで達した、北方戦争期まで行われた。グスタフ二世、アドルフの死後、オクセンシェルナは幼くして、女王となった、グスタフ二世の娘。 クリスティーナの摂政として、スウェーデンの国政を握った。彼はフランスを同盟に引き入れて、戦争に直接介入させるなど、最終的に30年戦争を勝利に導いたのである。こうして、グスタフ2世の築き上げた国家は、北方の覇権を確立し、バルト帝国が誕生したのである。また、軍事的。 政治的のみならず、宗教的にも重要な役割を果たし、一時的ながら三十年戦争期のドイツプロテスタント諸公を統合し、名手ともなったグスタフ二世アドルフは、近世ヨーロッパ史に最も大きな影響を及ぼした人物の一人としても評価されている。後年、フランス皇帝ナポレオン一世は、グスタフ二世アドルフを、歴史上の七人の英雄のうちの一人と称えている。 グスタフ二世やドルフが三十年戦争に介入した理由として挙げられているのが古豪都主義である。一般的にはドイツのプロテスタント主語のための信仰と言われているが、グスタフ二世の理想ははるかにそれを上回るものであった。グスタフ二世が着目したのは前世紀から提唱された豪都起源説である。スウェーデンバーケは ゲルマン民族の大移動でヨーロッパを接見したゴート人の末裔であるという伝承である。ゴート人はヨーロッパ、アジア、アフリカの三大陸を支配したという、この称号に関された部族はスベア人、ゴート人、バンダル人でいずれも王号を帯びていた。この伝承はスウェーデンでは古来より伝えられ、スウェーデンの建国神話と結びついている。グスタフイもこの説を信奉し、 自らもそれに習い、ヨーロッパの支配を目論むのである。グスタフ二世自身、大冠式時に、ゴート人征服を、米陸として振る舞った。最終的には、神聖ローマ帝国の景観も視野に入れていたと言われている。これはハンスウェーデン主義とも呼ばれ、ハプスブルク帝国の世界帝国理念に対抗する、ものであった。なお、この三部族はいずれも、王で称されており、 皇帝ではなかった。これは普遍主義を掲げていても、ローマに由来する皇帝くらいの不可侵性は否定できず、主義自体は政治理念のもとにあったと言える。遡って1629年まで続いたポーランドとの戦争、スウェーデン・ポーランド戦争は、グスタフ2世のコゴート主義とポーランドの共同体主義、コモンウェルス、ポーランド語で、 ゼックス・パスパリタとの戦いだったとも言える。この戦争自体は、両者痛み分けであったものの、ハンスウェーデン主義は、同じように、ハプスブルク家の世界帝国理念に対抗し、ポーランドのコモンウェルスに相対する、絶対主義、アンシャンレジームを目指したフランス王国との提携を、導き出すことに成功した、年の対、ハプスブルク同盟び年の、 ベールブルで条約。なお、ポーランドのバーサケも同様な古豪都主義を持ち、称号にもそれは現れていた。ポーランド人独自のサルマ大人起源説、サルマティズムが主流ではあったが、一部の解釈が重なる部分もあったからである。豪都主義自体はバーサケからの影響もあるが、その一部にあたるバンダル主義は、もともとポーランド人の間で信じられていたサルマティズムの 中一部分であった。しかし、ゲルマン主義を基本とするスウェーデンとバンダル人をスラブ系とみなすポーランドでは、見解が根本的に異なり、ここでも相入れることはなかった。バンダル主義は、シュラフタなど貴族に土着主義として浸透しているが、選挙王政により、王家が外国からも迎えられるポーランドにあっては、国家として政治的理念としての普遍主義が、 継続的国策として打ち出されることはなかった。これはナショナリズムを忌避し、コスモポリタニズムを取るポーランドではなしようのない政策であったが、一方同じカトリックが主であるオーストリア・スペイン両ハップスブルク家は普遍主義による政治的理念を持っていた。それはカトリック教会、カトリシズムと神聖ローマ皇帝の不可侵性をもとにした世界帝国理念であった。そして、 フランスもまた、神聖ローマ帝国に対する帝国政策を行っていた。それはあくまでもカトリックを主軸としたものだったが、ハプスブルク家廃所による神聖ローマ皇帝大官による世界帝国理であった。フランス最小理主流は国王を先帝公にすべく格策したが、これはスウェーデン最小オクセンシェルナもまた格策していたことであった。選定公であれば、ローマ王候補となり、 ローマ王となれば、ローマ皇帝に即位することも可能となる。ローマ皇帝であることは、あらゆるキリスト教徒の王であるという普遍主義的、帝国主義的理念から来るものであった。それは王権を超越した帝権を獲得することを意味していた。こうして、普遍主義は、神聖ローマ帝国を舞台とした三十年戦争で、相争われるのである。十七世紀初頭のポーランドは、 ポーランド王国とリトアニア大公国の同訓連合を軸に、ウクライナ、ベラルーシア、バルトドイツ人の多いリボニア、クールラント等を領土に抱く多民族共同体連邦制で、さらにロシアとスウェーデンを併合することによって、巨大な連邦国家を成立させることを画策していた。それより、前の時代にはハンガリーとボヘミアをモシアに入れていた。そして、 これら多くの構成民族からなるシュラフタと呼ばれる貴族、士族階級が平等に国家の構成員として参加し、国王自由選挙で選ばれた国王と、シュラフタの参加する議会によって運営される黄金の自由と呼ばれる選挙君主制、貴族共和制であった、生体においては制限選挙制時代のイギリスやアメリカ合国に民族の扱いについては古代ローマのコスモポリタニズムや、 現代のベルギー、スイスなどに共通する点がある。これらの生態は、今日の現代的生態と完全に一致するものではない。当時の貴族共和制は、形式的には、君主制であり、すべての共和国国民からなる普通選挙は、この時代では存在していなかった。その中での民主生態に近しいのが、当時の貴族共和制であるが、それも現代の民主主義とは一線を画している。 言葉通りの貴族による民主主義であり、市民や農民等による階級的えはこの時代では一般的であった。これらの参政権を有したのがアメリカ合衆国国民であるが完全民主制に至るのはなお時を経過しなければならなかった。アメリカ合衆国大統領と当時の共和国元首である国王の執行権は同等とは言えなかった。当時の一般国民は 身分制度によって自由を制限されていたが、スウェーデンでは農民は例外的に自由であった。スウェーデンでも本国とバルト地方やドイツ地方との関係は比較的緩やかで王権にのみ結びついているに過ぎなかった。バルト帝国も様々な地域、民族を抱える多民族国家であり、帝国主義的理念を持ちながらも、スウェーデンはカンバルト海をめぐる地域独自の伝統。 法、習慣を合わせ持つ複合的な国家であった。そうした近世国家は複合性君主国家、またはコングロマリット国家であったとも言われている。ともあれ、グスタフニセイのエキセントリックな性格によって独自の強国主義とも相まって、古豪都主義はスウェーデン普遍主義として国家、民族的概念として理想化されていくのである。これは、 当時ヨーロッパで放火しつつあったロマン主義からハッシュプロテスタンティズムによって助長されたスウェーデンの古豪都主義という民族主義とは真っ向から対立するものであった。グスタフ二世の絶対王政に不満を抱くスウェーデン軍人がポーランド側につくケースもしばしば見られた。最も戦争で決することの多かった17世紀の国際政治においては 君主個人の決断ですばく行動に移せるグスタフ二世の絶対王政が国会や元老院における審議を要したポーランドの民主主義厳密には貴族共和制よりも有利であったことは明らかで事実ポーランドはグスタフとの戦争においてその民主生態のゆえにしばしば決断に遅れをとって苦戦することになったのであるそれはポーランドバーサケが推し進めた 対抗宗教改革が、ポーランド、共和国の自由を侵害するほかなく、そのことによって、国会は、王家との確執を強め、本格的に王権を制限してしまうのである。その結果、周辺国がそれぞれ君主制の強化を開始する中で、ポーランドは、時代の逆行に至ってしまうこととなるのである。スウェーデンは、君主制を強化し、軍事、外交を、 国王の一手に集中させることで、帝国主義的膨張を行うことができ、一方のポーランドは貴族であれば民族出自や宗教宗派に関わらずに国政に参加できという、リベラルな点で非常に先進的ではあったが、そのために、かえって衆議政治に陥り、一致団結して内有外観に当たることができなかった、ポーランドオブアディスワフ四世も、王権強化を図ったがよされている。この結果、 君主の権力が弱体化して統治力が低下し、絶対君主制を確立した近隣諸国に対して主制に立たされることとなる。グスタフ二世は、優れた演説と名優とも言える最小をオクセンシェルナの補佐、そしてプロテスタント教会との結びつきによって王権を強化し、絶対王政の基礎を確立し、絶対君主制への道を切り開いていくのである。 同じバーサケの王をいただきながらも、王位は、同一王朝の世襲による絶対王政、民族主義のスウェーデンと、選挙王政、貴族共和政、他民族連邦主義を取るポーランドとは、その政治思想も大きく異なり相入れなかった。とはいえ、スウェーデンもこの時代は、絶対君主制を確立させておらず、この後も洋君が続いたこともあり、貴族勢力の介在によって、 大国の威信が揺らぐこともあった。スウェーデンが王権を確立し、絶対君主制を完成させるのは、17世紀後半のこととなる。これは、グスタフ2世の時代にあっては、未だ王権が制限されていたことを意味する。スウェーデンは、カール11世の治世下で、絶対王政を1682年に確立させるが、 王権の絶対性が法的に決議されるのは1693年のことであった。決議するのは国王ではなく議会であり王国参事会であり法的に決議されるまではこの状態が継続していくこととなる。王権が拡大していく17世紀にあっても国王は身分制議会での演説や定義を行わなくては政策を実行することはできなかった。しかし議会そのものは 絶対君主成果でも存在していた。スウェーデンの王権理念は法と人民に拘束されるものであり、立憲主義的でもあった。また、グスタフ2世の即位憲章では王権を制限し、王国三次会の影響力を強めている内容であり、戦後カール九世の時代の王権が拡大傾向にあったのに対して抑止する内容となっている。これは、 貴族や軍人に王権に対する警戒や不満があったことを意味し、以後も王権拡大をめぐる君主と議会の対立は完全に立憲君主制となる19世紀初頭まで続けられていくこととなる。しかし17世紀にあっては、いずれのヨーロッパ諸国も君主制の強化を目指してい、時代でもあった。この統治制度は国家を強化し国内の統制を図ることで独立を維持し、 大国時代をもたらしたと言える。この統治制度を1665年、法規定に確立させたデンマークは小国に転、しながらも独立を維持し、18世紀以降の五大国は、イギリスを除いていずれも、絶対君主制国家であった。18世紀に大北方戦争に敗れたスウェーデンは、事実上の立憲君主制となり、1790年の絶対君主制復活までは、 列強諸国の影響力のもとにさらされ、もとより時代的に先駆的な民主主義国家、ポーランドイコール、リトアニア共和国は、ポーランド継承戦争を通じて、列強諸国の干渉国となり、最終的には分割され、独立そのものを失うのである。これらのことは、近世において近代化を目指す、諸国家との競合に打ち勝つためのものであった。 上からの改革により迅速に円滑に改革を推進し、国家の中央集権化及び制度的刷新を行い、上流階級による国家権力縮小を阻み、国家の貧困化と弱体化から守ることがその目的であった。それはまた、強国との生き残りをかけた壮絶な戦いでもあった。絶対主義はそのための手段でもあったと言えるが、その制度は、 遮断なしには成立し得なかった。一方、貴族共和制は内政こそ重視するものの、強国主義を廃止、貴族や支配階層の自由や特権を堅持し、君主制の強化及び軍事的刷新を拒絶し、諸国家の目指す近代化政策から取り残された末、国威と国力の低下に至り国家の解体が進行し、強国の草刈り場と化すのである。結果、前者こそが、 絶対主義の形態を完全に体現し得たフランス王国であり貴族共和国はまさにそれゆえに後者を選択してしまったと言える。これは貴族共和国の主観をなす黄金の自由とサルマティズムが時代の推移に符合せずかえって中央権力の弱体化と自衛能力の衰退をもたらしていった要因であったと言える。この両者を接中し二つの革命を世紀に 体験したイギリスは、フランスに対抗し得る新たな国家制度を築いて、行くのである。貴族共和制は、結局のところ、近代に至る時期に全て独立を喪失し、消滅する運命をたどるのである。しかしこれは、性善説に基づくもので、絶対主義ですら18世紀後半のアメリカ独立革命、フランス革命を経て、その限界は明らかとなるのであるが、これは、 後世の話である。しかし、この性善説という概念で見れば、貴族共和制も、民主主義という立場からすれば素晴らしき生態であった。しかし、時代の崇勢がそれを許さなかったのである。要するに、君主制であれ、共和制であれ、いずれかの国家独占が敷かれることによる、国家理性が貫かれてこそ近代国家が生まれたと言える。それは、 ドイツ三十年戦争を通じて生まれてきた国家というシステムであった。公権力という歴史的組織形態が国家であり、例外を除けば絶対主義を採用したことで始まったと言える。その三十年戦争の結果、バーサケ、ブルボンやハプスブルク家の新旧普遍主義は最終的に葬り去られてしまったと言えるが、それゆえに国家の形成、 絶対主義体制のための戦争であったもいえ、諸国家のナショナリズムの誕生と形成に影響を与えていくこととなる。それは、グスタフ二世の政策が半ば成功し、半ば破綻したことを意味していた。スウェーデンの兄弟化に貢献したともいえる。普遍主義だったが、結果的に破綻し、特定地域に限定されてしまった一人は、皮肉にも、グスタフ二世唯一の娘であり、 スウェーデンバーサケ最後の継承者である、クリスティーナ女王であった。グスタフ二世の死後、最初、オクセンシェルナがその政策を引き継ぎ、クリスティーナ女王に、スウェーデン普遍主義の理想を重ね合わせたが、女王はその理想よりも、キリスト教徒の和解と統一の理想を掲げ、小豪都主義は三十年戦争の終結とともに、事実上終焉した。とはいえ、ゴ豪ト主義はスウェーデンが、 バルト海一帯を支配するバルト帝国の維持に、その正当性を持たせている。グスタフ二世は反スウェーデン主義にのっとり、スベア人、ゴート人、バンダル人の王、スウェイコーム、ゴソーラム、エヴァンドローレムレゲンを自称し、さらに、フィンランド大公を兼任した。なおこの称号は、クリスティーナにも引き継がれた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。